照りつける強い日差し。東海地方では今日、豊田で36度など各地で猛暑日に。愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが出されていますが、本日のお夜券お伺いしてもいいですか。バッテリーの交換をお願いしたいんですけど。かしこまりました。結構暑いですね。おととい、名古屋にあるスマホ修理の専門店を訪れた男性。その理由は、ただ外にスマホを持ってただけですね。30分ぐらいじゃないですかね。まあ取り出してみると暑いってことは結構あるかなとは思いますね。やはり今の時期ですと高温になってしまって、本体が熱くなって、いわゆるスマホ熱中症っていうところに。実は今この店舗では1日に10件以上スマホ熱中症の問い合わせが。その症状は本体が熱くなるということですが、車内のスマホスタンドみたいなやつあるじゃないですか。あそこにずっと置いといたら熱くなってできなくなったみたいな感じ。ここに入れてるじゃないですか、スマホ。そしたら熱くなってくるんですよ。街で聞くと、持ち歩いているだけでスマホが熱くなったという人も。実は iPhone をはじめ多くのスマホは0度から35度での使用を推奨しています。しかし特に夏休みやお盆の期間は屋外での活動も増えるため、直射日光が当たりスマホの温度が急上昇するケースが増えるといいます。機種によっては高温の注意を促す画面も表示されますが、実際このような感じで中にガスが溜まってしまって、バッテリーがやっぱり熱持って、それガスが逃げなくなってしまって膨らんでしまって、で最終的に画面が押し上げられてスマホ自体が破損してしまうっていうお問い合わせもございます。熱に弱いリチウムバッテリーが膨張。さらにそれでも使い続けると煙や火が出るケースもあるといいます。危険を伴うスマホ熱中症。症状が見られた時の対処のポイントは、涼しい場所などでゆっくり冷やすことだということです。保冷剤だったりとかつけて冷やすとかあるんですが、基本的にはあまり急激に温度下げたりとかっていうのもあまり良くないかなっていうところありますので、端末が熱くなってしまったらスマートフォンの電源を落としたりとか、うまく火に当たらないようにとか、そういった対策をしていただければ、はい、